はい、どうも、川瀬です。川瀬です。今回はスパイク対決をしていきたいというふうに思います。まず、僕が持っているのがミズノアルファジャパン、ミズノのスピードモデル。対するはアディダスの X スピードポータルプラス。どっちもトップモデル。そう。ミズノのスピードモデルとアディダスのスピードモデルの履き比べ対決をしていきたいというふうに思います。はい、対決の種類は3種で、リングアンド式、フリーキック、そしてドリブルシュート。この3つで、はい、対決をしていきたいというふうに思います。プレデター、そうだった、ね、前やったね。あの時は俺が勝って、うん、そうね、ボロ負けしたかも。ボロ負け。まあキーパーが俺ら初心者だからそこを加味してもらって、はい、やっていきましょう。じゃあまずは、はい、フリーキック、はい、3本対決、3本ずつ、はい、やっていきたいと思います。はい、先行ロックジャンプ。先行で。オッケー。やっていこうか。じゃあ僕先行で。じゃあ1本目。イングランド式5本やっていきたいと思います。じゃあ高校3決めます。
じゃあ最後はドリブルシュート3回ずつやりたいというふうに思います。じゃあラスト高校これやるけど、そうだから2点取れば取ればもう勝ち、勝ち OK、 とりあえず止めなきゃだよ。そうだね、止めるよ。いいね、はい、ということで結果は、はい、で俺が、13-0。おお、はい、じゃあ今回は、はい、俺の勝ち X スピードポータルプラス、まあ、正直キーパーの問題もあるんじゃない、これ下手すぎやな、ちょっとねパンプアップしときます。見といてください、僕の動画でウルトレしてるんでね。お前ちょっと足りないぞと言ってくださいね、これあのまず徹底力を上げてください、ね、キーパーの力を上げるより。そうですね、俺ショワードでしたね、リベンジで。いつでも次はアシックスで勝負します。いいね今日は、はい、終わります。じゃあ